はい、こんにちは、直子です。お父さんもいます。どうしましょう。我慢する。これ乗り越えた時がなんか気持ちいいんだよね。わかる、かゆさを乗り越えた時。ということで今日の企画です。なんか以前お会いしたことあります？あ、僕ら以前というかほぼ毎日、はい、そういう意味と意味で言うとそういう気持ちでいなきゃいけないのかもしれないですよね。日々生まれ変わって新しい自分を。まあね、そんなことはうん、さておいてね。今日どうしたんですか？今日こんなところで呼び出してこんなところで呼び出してそれも毎日けどね、今日は本当に真剣、はい、あのトラクターをやるんですが、農家たるもの眠くなる、うん、超眠くなるの。眠気あって、わ、やべえこんなとこまで来ちゃったとか。危ないみたいな。あ、めっ、どこまで行ったことあります？いや、それで気づいたらここまで行っちゃったみたいな。どこに行ったんですか？茨城の畑から次の日になってましたっていうことをまだ置いといて、線が曲がったりとかね、まっすぐ行きたいところ曲がったりとか。なので曲を作りましょうと。トラクター乗ってる時眠くならない曲作っちゃいます。皆様、農家の皆様、これ聴けばいいの、トラクター乗る時ね。できるよね。だから聴いてください。僕たちが今から作ります。これトラクターだけじゃないよ。そうですよ、ドライブしてるあなた、あなた、右手が主婦のあなた、買い物に行くときね、ドライブね。そう、お菓子食べた後買い物行くでしょ。おやつ、3時のおやつ食べた後いいでしょ。食べるでしょ、いろんなもの。その後腹膨れちゃって、ね、眠いんじゃないの、奥様。そしてチャリ乗ってる女子高生、眠くならないための曲作ります。あなたたちにあげます。今のところ変態ですけど大丈夫か、まあ、いろんなことを必要だなと思って、はい、今日はね、うんうん、作りたいと思います。何作るんですか今日は。それは生まれ変わってんのかどうなのか分かんない、もうもはや。眠くならない曲、はい、2曲作りますんで。こんなことないよ、どちら使っても構わないけど、それをあなたたちの気分に合わせて、僕たち早速じゃあ作っていきますのでやっていきましょう。さあ、よし、じゃあ作りましょう。できました。いや、はい、できましたか。じゃあいきましょうか。じゃあまず、はい、僕からいきましょうか。はい、いや、同じ閉店ソングとちょっと違う。恋気分も体も持って恋、そいそいそい、大豆からは味噌や納豆ができるぜ。さあ歌おうぜ。愛愛愛愛の歌。いろんな要素入ってましたね。どうでした？清志郎とエレファント歌詞の何最後愛の歌ねじ込んだの。いや全部この老いと恋と。あ、なるほど。そうはもうそいしかなかったの、大豆で。なるほど。勉強 してもらおうかなと思って。ここですごい、これはいい曲できました。まあなんか切り取りなんかしてね、みんなに届けたい。さあ次は男さん。どこまででも行こう、見たことない景色がある、風に流れる僕ら夢の旅人なんだ。 Hey、 気づけば僕らは迷子だ。
ちゃいいね。爽快感があってすごいこうノリノリになれる。めちゃくちゃすごいね。この歌詞もね、旅人とかなんか自分たちを奮い立たしてくれる。本当に本当になんかゴーゴーでこう爽快感、なんかやっぱ運転しててね、こう夢とか考えちゃうんですよ、想像とかね。だから本当に、あ、いや、そんな、すいません、最高にいい。いやいや、ごめんなさい、絶対最高にいい。怖っ怖っ悲しいよ。じゃあ、今日の企画はこれで終了となりますが、マジですか、いかがですか、いかがですかって言いますか。そんな聞いたことありますけど、感想今まで初めて、初めて、初めて俺聞かれたんですけど難しいですね、やっぱりね。難しい。でもなんかこう、でもこういうのがいいと思う。でも爽快感があって、ほんと、うん、眠くならない、ちょっとこう口ずさめるような、ゴーゴードライビングゴー、ゴー、そうそうそう、なんかそれがすごい、ゴードライビングゴー、寝たら終わりさ、ゴーゴードライビングゴー、いつまでも走るぜ。ぜひぜひ曲使ってくれてもいいかなと思ってます。それでは本日はこの曲でお別れです。聴いててくださいね、トラクター乗りながら。おいおい、うわーい、寝たら終わるぜ。おいおいおい、寝たら終わるぜ。来い来い来い、気分も体も持っていこうぜ。そいそいそい、大豆からは味噌や納豆ができるぜ。